プルトーループ。やはりボナリー選手があれだけの演技しましたので、はい、もう少しのミスでもね非常に目立ちますよね。ダブルアクセルからのコンビネーション。途中足を踏み替えてのスピンコンビネーション。みどりさん一生懸命滑っているのが目に見えるようですね。そうですね、もう曲に乗って滑ろうというのが伝わってきますね。はい、ダブルアクセル、デスドロップ。満足そうな笑顔が出ました。ウクライナの17歳、エレーナ・リアシェンコ。もう演技が終わると同時に佐藤由香がリンクに飛び出していきましたが、もう何かこう流行る気持ちがよく伝わってきます。佐藤由香、最後の演技、23人目の選手としてリンクに入っていますが、リアシェンコの演技が終わりました。スレヤ・ボナリーが素晴らしい高得点をマークして演技を終わっています。そのスレヤ・ボナリーがトップ、そしてドイツの若い代表のシェフチェンコが2位、キールマンが3位ですが、ウクライナのリアシェンコの演技をご覧いただきました。全体の印象はみどりさんどうですか、このリアシェンコ。そうですね、大きなミスはなかったですからね、はい、やはり最終グループに滑るということは絶対転んだり大きなミスしますともう一気に下がっていきますからね、その点では大きなミスなかったのですが良かったですよ、はい、若いこのリアシェンコ、オリンピックでは19位という成績でしたが、この世界選手権幕張大会はテクニカルで6位、堂々と最後のグループで滑りまして、もちろんシュイナールに迫るような素晴らしい演技を見せました。まあ、この笑顔を見ても本当にこう満足した演技だったというのが小川さん伺えるような気が しますがね。そうですね、もうやはりね最終グループのプレッシャーはもう人には感じられないものがありますからね、はい、佐藤由香が最後のアドバイスを受けて今リンクをゆっくりと滑っていますが、リアシェンコの得点が出ます。テクニカルメリットは最高が 5.5 が2人、 5.2 が1人あります。アーティスティックの方が、まあ、もちろん優先されるのはこのフリーの特徴なんですが、3位をつけたジャッジが1人いますが、押しなべて4位から5位というところです。これで滑り終わったリアシェンコは5位になりました。4位シュイナールに続いてリアシェンコが5位。さあいよいよ金メダルをかけました。2人目の世界チャンピオンが出るかどうか。男子のシングルで頑張った鍵山も大きな声援を送っていますが、お母さんがもう心配そうです。まあ、とにかくみどりさん、はい、普段の力を出してくれれば。そうですね、もう本当に緊張しないわけないんですからね、悩まず怖がらず思い切っていくしかないですよ。はい、会場から手拍子。
この佐藤由香にかける期待が分かります。最初の大技トリプルロックスが決まりました。これはいい高いジャンプを決めました。佐藤由香最初決まりますと気を緩まず言ってくださいよ。それトリプルロックス表情が硬そうにも見えますが大技2つトリプルジャンプを2つ決めました佐藤由香です。トリプルループダブルループ、ループこれはダブルになりました。はい、トリプルロープ来れば、あとはゆかちゃんの後得意なとこしか残ってませんからね。はい、さあ本当にもう弾けるようなこの佐藤ゆかの若さいっぱいの演技をもう思う存分出してもらいたい。世界一のステップです。いやこれはすごいですよ。いや素晴らしい滑りを見せました佐藤由香。素晴らしい小塚監督もいます。そしてダンフィールドコーチ、ご両親と握手です。日の丸が入れています。脇に湧く幕張メッセイベントホール。最後の舞台、トリを務めた佐藤由香、ノーミスで滑りました。花束が投げ込まれています。6.0 というあのボードも見えています。さあ、みどりさん、はい、どうですか。よかったですね。とりあえず彼女の、演技は全て、実力を発揮しましたからね、はい、今まで一度も、ね、3位以内でのフリーに臨んだことはないわけですからね、かえって不安はあっただろうけど、その不安の中でも、この新しい新鮮さですか、それがうまくいってたんじゃないですかね、はい、うまくコンセントレーションできたんじゃないですかね。いや小川さん本当に立派な演技でしたね。いやもうね、本当に感激させられましたよ。はい、
素晴らしいの一言、はい、これだけ日本中がねもう期待して、いやもう世界中が期待している中での演技ですからね、はい、まあ、最後は本当にこの人のもう十分な弾けるような若さ明るさ場内いっぱいに振りまいて演技を終わりました佐藤由香です。まあもうこうなったら小川さん、まあ、メダルはもちろん金メダルに越したことはないんですが、はい、これだけもう滑った満足感でもう20丸30丸ですね。もう花丸ですよ、いやお母さんと抱き合っています。得点さあ場内は沸くと沸きましたが 5.8 が1、2、3、4人です。テクニカルではボナリーにちょっと遅れを取っていますがアーティスティックインプレッションが優先されるのフリー。さあ場内はっと沸いています。あトップです。優勝優勝佐藤由香優勝金メダル。5人のジャッジが1位点をつけました。佐藤由香伊藤みどりさんに続いて世界選手権金メダル2人目のチャンピオンが誕生しました。すごいすごい。いやみどりさんおめでとう。すごいです ね、 いやなんといってもですね、ね私も小さい時から渡辺美さんに憧れて初めて、はい、そして私が世界チャンピオンになってまたこの次に日本からに世界チャンピオンが生まれるんですから ね、 いやもうそれは本当に素晴らしい、すごいですよ、いや小川さん後輩ですよ。すごいすごい、ね、よかった。もう泣いています。佐藤由香が泣いています。すごいおめでとう佐藤由香優勝です。由香ちゃんセカンドマークアーティスティックインプレッションは 5.9 が5人います。由香さん金メダルです。ありがとうございます。やった世界一ですよ。今の気持ち聞かせてください。嬉しいです。どうもみんな応援してくださってありがとうございました。どんな気持ちで滑りました？そうですね、とにかく一つ失敗があったんですけれども、最後まで諦めないように。Yuka, congratulations. You train in Ottawa. カナダのアナウンサーの方も聞いてますし、アメリカのアナウンサーの方も聞いてます。これはもう全世界に行ってます。I talked to her this morning. What did she say to you? She just told me just have fun and concentrate on yourself. Now, how did you handle the pressure here being at home? Actually, I don't know, but 緊張についてはどうですか？いやー、よくわからないわ。さあ、それから。モナリーのね後でしたけども彼女よく滑ってました。どんなこと緊張考えながら、とにかくあんまり全然人のことは気にならなかったんですけれども、やっぱり昨日からの昨日終わった時点で一番ということでやっぱりすごくプレッシャーがあったので出ていくのが怖かったんですけれども、昼寝もできないって聞いてましたけど寝れなかったですさすがに。どんな気分で滑れました？日本中のみんな応援してました。そうですね、こんなに皆さんに応援していただいて本当に幸せだなと思ってます。Let me ask you, Yuka, about the speed. You have tremendous speed. Yuka ちゃん、キムがいるよ。 Yeah, I was a little bit. I was trying to push a little harder at the end of the program. それと今お隣にいらっしゃるのがユカさんのお母さん、それからお父さんですけども、お母様ございました。本当に金メダルですよ。信じられないですけれども、もう本当にもう皆さんにねここに来るまで多くの方にいろいろと力添えいただいて、もう感謝の気持ちでいっぱいです。試合前どんなこと言われたんですか？いや今日は何にも言いませんでした。もうただ一生懸命毎日やってきましたので、いつもと同じように本人が非常に落ち着いてましたけれども、ちょっとやっぱり多少昨日良かっただけになんかプレッシャーがあったみたいですね。で、まあボナリーもすごい素晴らしい選手ですし。お父様いかがでした？いや本当にもうスケート連盟の皆様はじめ本当に皆様のおかげだと本当に喜んでます。戸崎アナウンサーに、佐藤由香さんの両親にも話を聞きましたが、まあとにかく本当に精魂込めた佐藤由香、見事な演技を見せまして、とうとう伊藤みどりさんに続いて日本が生んだ2人目の世界チャンピオンとなりました。この放送は幕張メッセイベントホールから生中継でお送りしています。